グイよ。そういえばチョコ先生はハーチャムの好きなところ何？ハーチャムの好きなところ？うん。なんか常人が成し得ないことをやってるところかな。え、かっこいい。え、かっこいい。そうそうそう、嬉しい。もう頭ハーチャマチャマみたいな感じで、もうハーチャマ独自の、あの道を歩んでるみたいな、うん、もうハーチャマしかできない世界を作り上げてるところがすごいかなって思う。なるほどね。そう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 。嬉しい。かっこいいな。そんな可愛いことしても頭おかしいことしても何してもまあハチワだからねってもう全部好きになっちゃう。うん、なるほどね。いやまたしゃぶしゃぶでも食べに行こうや。食べる。え、懐かしい。え、懐かしい。あの時はマジで本当にもうね、もうね、挙動ってた、挙動ってた本当に。そうや、ハチワがまだ大人しかった時代よ。もうそうだよね。え、だってあの時本当におっとなしかったもんね。そう、今じゃ想像つかないからおっとなしかった。いや、成長したね、ハーチャマ。成長したのよ、ハーチャマも。じゃあ次の人もいるだろうから。あ、待って、最後にパンツの色を聞こうと思って。あ、パンツの色？パンツの色今見るわ。え、今見るの？やばい、リアリティがすごい。え、今興奮だ、興奮だ。え、してないっす。今、やばいな、ちょっと。レースのティーバッグの。レースのティーバッグ。やばいよ、やばいよ。うん、白かな。コント白、コント白のレースのティーバッグ。なるほど、ありがとう、チョコ先生。ありがとう、今度、一緒にビリビリ近くでもやろうぜ。やるぜ、一緒にティーバッグ買いに行こう。いろいろお見せしてから買いに行こう。ありがとう。行こう行こう。楽しんでね。またね。またね。バイバイ。バイバイ。ティーバッグってなんだ。あ、ティーバッグってなんだっけ。ティーバッグって。わためティーバッグってない。